ップしてます。昨日の雨の後なんか降ったんかな。ちょっと梅雨がいっぱい浮いてて、少しゆっくりめに借りたいと思います。今日もこっち側ね、パラダイス稲刈りの予定でございます。いやー昨日はいい日でした。今日もいい日でありますように。イエーイ。草眠です。大量です。ほい。
やらかかったらやっぱりここは危険地帯ですね。せっかくクローラーで走れるんで外へ出て排出します。ちょっと朝から濡れたとこ買ったので、ちょっと軌道の中をチェックします。どうや？あ、綺麗よ。ああ、いけてるね。ああ、よかった。はい、さすがにあんだけ降ったら結構朝露がひどかったです。まあゆっくり買いましたので大丈夫です。せーの、よいしょ。 OK、よいしょ。しっかり締めてね。さあ行くか。じゃあ午前の休憩に行きます。はい、午前の休憩終了です。頑張って帰ります。しかしやっぱり水回り違うとすごい収量があってびっくりです。ちょっと柔らかいけどね。
午前中の稲刈り終了。お家でご飯食べます。すげえ青空になっちまった。午後の稲刈りに来ました。雲一つないただ青い空、すごい。気温34度予報やけど全然そんな感じがしない。なんかすごい爽やかですね。頑張って帰りましょう。7枚かな。頑張ります。順調です。今日もたくさん出荷します。午後の休憩後の
稲刈り再開です。あと3枚半、今日はこれで終わりにします。ございました、これでゆっくり日曜日を休めます。イエーイ。今日は467が午後から出動して2台体制で稲刈りをしていました、別の地区でいた、467が今スーパーメカニックが乗って、こっちに向かって帰ってきています。ご苦労様です。